かりました。それで、その後、3ヶ月、医者がいなくなるという、病院の、管理者からの連絡でですね、医者がいなくなっては、患者を路頭に迷わせてしまうから、早く、閉める時期を示してほしいと。それには、定員には3ヶ月あれば、約3ヶ月あればできるということで、はっきり申し上げています。これも事実です。それから、その中でですね、何回も言ったのは、医者がいなくなって、患者だけ残ったら一番最悪の事態が起こると。そういうことも盛んに述べておりました。これは、病院の管理者としては、ある意味では、私たちは知らない情報を持っていたでしょうから、これについてはその通りでございます。私たちはですね、病院にお医者さんがいなくなるということは一番大変なことで、市民のそこに血栓をですね、投入するということはですね、もうできない状態でもあったし、今後どこからお金借りてきて持ち込んでもですね、それは経営上成り立たないような非常に状況になるということで、今のような結果になりました。で、この間ですね、本当にこう、公設公営で残すことの大切さというのは、今時点でもですね、医者と金さえあれば、私はいつでもできることですが、医者と、まず医者がいない。これにはですね、県とも随分お願いしたし、県も実際努力もしてくれましたけども、確保できなかった。それから私もほぼ歩き回ったけど、医者の確保はできなかった。で、それでもう一つは、改善計画を私たちは県とコンサルが、それは、この計画では無理ですということ、それから内部の医者からも今度は、何度も言われました。一番厳しい状況を言われたのは、この改善計画は圧縮効果は随分出たのは私たちも認めている通りでありますし、医者を何年か招聘した努力も、非常に、自治体病院関係から来たのも認めておりますし、私たちは効果があったところは全て認めております。ですからこの中でですね、一番大切なのは医者がどんどんいなくなって、通う人だけが患者さんだけいても開いていられないという状況を訴えられたらその通りだという判断を私たちはしたわけであります。ともかくこれには本当に苦しいことで、一番県と思ったことは3月までどうにか持たせてソフトランディングできないかということは知事も随分話をしておりました。私たちもしておりました。これについてはですね、医者がいなくなった時点で考えていったら、一月にですね、これは概算ですけども、1億3000万円とか1億4000万円のお金が、医師が少ない中で従業員にだけ支払っていくような状況では、これはきちっとした市民への賛同も本当に得られないだろうという、そういうことも考えて、幅広い中から考えての苦渋の選択でありました。以上でございます。副市長、知事と市長との合意事項ということで、何件か大臣からお答えしますけれども、千葉大学や日本大学などからの医師派遣が極めて困難であるということ、今後の医療医療体制の中で、外科医が1名、内科医1名になろうとなるなど、医師の減少により、入院の受け入れや救急対応が困難となり、収入は大幅に落ち込むということ。さらに医師の退職が想定をされ、現在行っている診療体制が維持できないということ、大幅な経営改善を行っても、多額の追加支援が必要となり、医師の財政状況では支援が困難である、そして、年度途中で県の支援が受けられないということがはっきりしたということ、その以上のことから、今後は公設の運営というものを模索していきたいと。ということが知事と市長との合意事項であります。そういった中でですね、県の支援について年度途中でということでは、無理だということですが、じゃあ年度末ならどうなのということで、お尋ねいたしましたところ、市長さんの方からですね、次年度以降の経営改善が図れるという前提でですね、年度末の上限を3億円として、執行資金という制度がありますというような紹介がなされた。で、その時点では3億円減から例えばいただいてもですね、もう病院の立ち上げは難しいということから、これも無理である、困難であるというような判断をしたわけであります。それから、スケジュールの関係でですね、このような合意の中で、県
県からの帰り道ですね、市長と前に同行した職員がですね、今後のスケジュールどうしようかということで、まずは市立病院に今いる医者のですね、今後の動向を確認する必要があるだろうということで、菅谷先生に話を、まあ、会場にですね、話をした。そしたらば、菅谷先生から、もう個人じゃありませんよ、こういう返事があったわけですよ。それで、やむなくですね、じゃあ、何か、まあ、比較とかですね、日記で、いろいろ当選では言うでしょうけれども、上記ではないですよというような回答があったと。で、市長とすればですね、一人一人のドクター、一方をですね、一人一人のお医者さんの考え方を聞いてみたいということで、事務局にも指示をしたわけです。そしたらば、菅谷管理者からこのような回答があったと。で、やむなくですね、まあ、休止の決定をせざるを得ないというか、ということであります。いや、まだだよ、まだですよ。まだ答弁もらってねえのもあるよ。じゃあ、実装の副局長。実装の副局長。それでは私の方から2点ほどお願いします。まず1点は、県の医師と職務代理者との電話のやり取りでございますが、県の自治からは、宿題者の方に、携帯電話で、随時、連絡を取られるというようでございますけれども、この件につきましては、公設報告の作成がございません。それと2点目の、病院の運営費の関係でございますが、今後の病院の利用につきまして、まだ明確な今度の職業というのは決まっておりません。例えば、指定管理者はですね、いつから使用するのか、そういうもの、それと医療機器の管理につきましては、そういう利用のですね、形式はしませんけど、それまでの時間に利用する費用等々はっきりしないということで、現在、医療機器につきましては、検討しているところでございますので、ちゃんと話していないという、そういう状況でございます。